え、知ってる、みんな。セミってさ、なんで鳴いてんのか知ってる？快楽を得てる声なんだよ、これ。今このセミたちはね、合唱してるのはね、エクスタシーを感じてるからね、あの言って泣いてんだよ。え、みんな知ってる？マジで。みここれ知った時さ、もうめっちゃびっくりしたんやけど。あの、世にも奇妙な物語でさ、なんかやってたんよ。セミってさ、もう気づいたら、もう、土の中でほぼさ、生きとってさ、で、外にさ、放出された瞬間にさ、もうさ、うわぁ、外で気持ちいいってなってね、一週間泣き続けるわけよ。じゃあ、メスはどうするの？ワザップだよ。え？ちょっと待って、セミ。なぜ泣くのか。はい。もういいね。セミが泣く理由、ご存知？その理由は、子孫繁栄でオスのセミが自分のいる場所を知らせるため、つまり求愛行動として鳴いてるのです。うるせえセミだね。いやらしいわ、オスども。まったくねえ。なるほどね。彼女欲しいって言ってんのか。そっちの方か。なんで、え、じゃあ待って、みこ世にも奇妙な物語にここ数年間ちょっと騙され続けてきたってわけ。タモリさん、裏切られたよ、あんた。嘘なの、マジで。嘘なの？さっきみたいにさ、すげえドヤ顔でさ、友達とかに話してたんですけど、恥ずかしくなってきたんですけど。いや、みんな気をつけな、マジで。番組がね、番組が終わった後にこの話をすべて、あの、フィクションにするって書いてる言葉ちゃんと見ないとダメだよ、ミコみたいになるで、みんな。気をつけような、マジで。バカリズムさんが脚本なんだ。もうバカリズムさんに騙されたで。どっちがバカリズムだよって話よな。ミコがバカリズムになっちまったよ。いやでも、いや面白かったよ、その話がさ、めちゃくちゃ。その世にも奇妙な物語のその話がめちゃくちゃ面白くて、信じてたよ、ミコは。そうなんだ。セミは気持ちいいって言ってたんじゃないんだ。彼女欲しいって言ってたんだ。やだやだ、いやらしいね。子孫繁栄のためだ、しゃあないって。確かにセミがいないと夏を感じれないもんな、ぶっちゃけ。メスは全員船長なんやで。あー、なるほど。もう君たち、そんなに船長のことが好きなんですか？やだーって、マイチングってことは？なるほどね。コオロギはどう？え、コオロギはなんでじゃ泣いてんの？え、コオロギはなんで泣いてんの、みんな？セミはさ、子孫繁栄じゃん。求愛。マジかよ。見損なったね。風流を感じてしまってたわ、それで。ホタルは光る。え、ホタルの光はあれは、求愛行動なの？出会い求め中なの？この世は愛に満ちているな、みんな。この世は愛に満ち溢れてんだよ、みんな。みこ、夏の虫の音を聞いてさ、この世は愛に満ち足りているぞって思うようになっちまうよ、これ。何をしょうもない話してんだろうって多分思われてるかもしんないけど、今みこちょっと感動してるわ。